ポケットチーフを合わせたスーツポケットチーフが広まり、特にイギリスとイタリアにおいて普段のスーツと合わせて使われるようになり、白生地に縁取りが青や赤などのものや、生地そのものが白色でないもの、そして柄のもの、ネクタイのとも色を合わせるなど、カジュアルとしても使うことのできるアイテムとなっていった。ハンカチや布の切れ端などを用いたり、主に女性が扱うレースがついた。 ポケットチーフが登場しますます多様なおしゃれを楽しむことができるようになっている。ポケットチーフには主に白やネクタイのとも色が使われることが多い。光沢は控えめとし、色は濃く、やや暗めなものを用いるが、ケージでは明るめの色でも良い。色の割合については、ワイシャツやブラウス、背広の生地も参考のこと。 ポケットチーフの大きさは小さいもので2 5トル、標準で3 8トル、大きいもので4 5トルほどである。ポケットチーフをポケットから出す面積は身長0.1イコールミリメートルであり、例えば1 6 0トル0 1イコール16ミリメートルとなる。冷凍としての折り方三つ山ができるように折る。折り方が3種類あるが、 礼服にはどれを使っても良い。以下はその種類。二つ山ができるように折る。四つ山ができるように折る。ビジネスとしての折り方正方形に四つ折りし、さらに三つ折りして、頭が覗くようポケットに差し込む。カジュアルとしての折り方中心からつまみ上げてその部分を折り、無造作に突っ込んだように見せる。クラッシュ度の上下を逆にしたもの。あらかじめ折って板に固定したものもある。日本では刑事に身につけ。 長寿はタブーとされ、日本のマナー本にもそう紹介されているが、実はプロトコールでは、ポケットチーフは、形状の両方で使うことが許されている。例えばイギリスのダイアナ元皇太子妃が亡くなった後の葬儀では、チャールズ皇太子、ウィリアム王子、ヘンリー王子が、黒や、濃紺のチーフを指して3列。ただしポケットチーフの折り方は、端が5ミリほど出る TB ホールドと呼ばれる折り方。 パフドやクラッシュと呼ばれる、華やかな折り方は避ける。ポケットチーフの装飾として、チーフポインターというピンで、ポケットチーフを刺す装飾が最近生まれている。ポケットチーフブランドエルフェオ、ありがとうございます。